皆さんこんにちは、ヒデです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回はブドウの荒川削り、そちらをご紹介したいと思います。今目の前にあるのが BK シードレス。定植今年で4年目になる苗になってます。今回はね、こちらの木を例に荒川削りをやっていこうと思います。まず最初に荒川削りの目的についてですが、大きく分けると2つあります。1点目がですね、このブドウの樹皮、外側の樹皮の内側に潜り込んで越冬している病害虫をこの樹皮ごと除去する。そちらが1点目の目的になります。具体的にはそうですね、例えば貝殻虫であったりとか、あとはハダニ系の害虫ですね。ブドウサビダニ、ブドウハモグリダニ、そういったダニがですね、こういう樹皮の間に潜り込んでね、集団で越冬していたりするので、そちらをですね、この樹皮を剥ぐことで一緒に除去してしまう。これが一つ目の目的になります。で、二つ目の目的ですが、こちらはですね、シーズン中に散布する薬剤。その薬剤の効きを良くするために行います。こういう形で見ていただくとわかると思いますけども、こんな状態でですね、薬剤を上からかけても、この外側の皮が邪魔になってしまって、内部まで薬剤が入っていかないんですよね。ですからこの荒川を剥がさないままで薬剤を散布しても、ちょっと効き目が悪かったりすることもあるわけです。ですから、荒川削りをすることで、薬剤の効きも良くする。これが二つ目の目的になりますね。というわけで、荒川削りの目的は、越冬している病害虫の駆除。もう一つは、シーズン中の薬剤の効きを高めるためということになります。はい、次にね、具体的にどういうふうに作業するかっていう話なんですけども、本当にね、この外側の皮を剥ぐだけで大丈夫です。ちょっと今素手でやってますけどね。こういう感じで、ね、剥いでいくと、なんていうのかな、サルスベリみたいにツルツルした部分が出てくるんですよね。そこまで剥ぐという形ですね。こんな感じです。で、この荒川削りに関しては、それ専用の道具とかもあるんですけども、ちょっとね、今回はこちらを使います。はい、こちらですね。ダイソーさんで売っていた厚手スクレーパー。でね、これ先曲がりタイプっていうのを買ってきたんですよ。これね、ちょっと昨日使ってみたんですけど、割と使えるなぁと思いましたので、ちょっとご紹介しますね。ちょっと開封します。はい。こういうタイプのスクレーパーですね。こんな感じでね、先端がちょっと曲がってるんですよ。で、手の収まりはこんな感じ。サイズ感もいいし、このね、やっぱ先端がね、曲がってるのが、割とね、荒川削りの時、便利なんですよね。で、まあ、欲を言うなら、この先端の刃の部分がですね、もうちょっと薄ければよかったなーっていうのはあるんですけど、まあまあ、100円で買える道具に、これ以上文句を言うのは良くないかなと思いますんで。今回はね、こちらを使って荒川削りの方をやっていこうと思います。じゃあね、作業の方、行っていきます。はい、それではね、BK シードレスの荒川削りやっていこうと思います。まあこちらを使ってやっていくわけですが、まあ手でも剥がれますので、ある程度は手でいっちゃってもいいと思います。こんな感じですね。よいしょ。で、このスクレーパーのいいとこはですね、これ先が曲がってるんで、こういう感じで中に潜っていけるんですよね。はい。で、外側向いてるんで、この向きでやればね、そうそうね、樹皮を傷つけることがありません。で、ちょっと取れにくいなって場合は、これ反対側にこう、
幹にね沿わせる形で入れていく。そうするとこんな感じで綺麗に剥げますね。はい。で実際これ去年からね始めているんですが、ブドウの荒皮削りは多分樹齢3年目以降になるとやった方がいいかなと思います。2年目まではですねこういう軍手を使ってこうガサガサやるだけでも結構取れるんですけど、3年目以降になるとねさすがに、ね、それだと取れないです。ですから、まあ、こういうスクレーパーとか荒川削りの道具などを使って皆さん剥いでらっしゃいますね。こういう感じですね。かなりいけます。で実はねこれもう一個いけるんですよ。ここ割ってみると、はい、こんな感じですね。こういう形でサルスベリみたいにねツルツルした樹皮が出てくるんで、そこまで剥ぐといいと思います。で作業の時の注意点としてはね、やっぱりこう刃をね深く入れすぎちゃうと緑色の形成層のところが出てきちゃうことがあるんですよ。でその緑の形成層が出てしまうとやりすぎです。例えばなんですけど、樹液流動水揚げが始まった時にその緑の部分が出てるところはですね水が出てきます。ですからね本当気をつけてください。多少なら大丈夫だと思うんだけど、たくさん傷つけちゃうとそこから水がねダバダバ出てくるんで、見ていて精神衛生上ドキドキします。あとはやっぱり木にとっても良くないんじゃないかなと思いますんで、そこは気をつけてやってください。まあ本当にこの100均のスクレーパーですけどね、割といいんですよ。この R がちょうどよくて、うまい具合に隙間にね入っていきます。でもこの向きでやってしまうと傷つけることがあるんで、本当はこうやりたいですね。これならね外側に向かって刃が行くんで、まず傷つかないです。あ、いいですね。とても剥がしやすい。あ、なんかいますね。ハダニではなさそうだけど、なんか虫が潜んでました。はい、こんな感じでですねザクザクと剥いていきます。やっぱ剥がれてる場所があるので、そこからね刃を入れていくのがいいと思いますよ。うん、めちゃくちゃ綺麗になるな。よし、こんな感じです。でやっぱね下の方から剥いていくのがいいかなと思います。主幹部はやっておきたいところですね。はい、よし、こういうパイプの近くとかやりづらいですが、まあまあ極力剥いでおきましょう。で、あまりにもねこうやって剥いでた時になかなか剥がれないなって思ったら、無理に剥がすのはやめた方がいいかなと思います。来年には確実にこういうとこ剥がれますし、あとはシーズン中ですね、剥がしてもまあ大丈夫かなとは思うんで、剥げるところを剥いていくといいと思います。よしっと、うん、だいぶ綺麗になってきましたね。そしてですねこういう節の部分ですね、これね去年か一昨年に剪定した部分なんですけど、その剪定した時にねトップジンを塗ってあるんですよ。でそのトップジンはねもう1年経ったら剥がしちゃっていいと思います。これがあることで傷が塞がらなくなってもしまっているんで、これですねもうガチガチですね、ボンドなんで。これを取ると、このトップジンがね邪魔をして
周りの組織がね、この傷口を塞ぐために巻き込んでくるんですが、それができなくなってるんですよね。これは取ってしまうと。ちょっとこれはスクレーパーで取るよりカッターとかの方が取りやすいかな。まあ後で取りましょう。そしたらこの周りの組織をですね、優しく樹皮を剥がしてあげると。多分路地とかだと雨で流れちゃうんでしょうけど、ハウス栽培、雨よけ栽培だと割とトップ陣って残るんですよね。はい、こんな感じですね。こうしておけば今年1年でですね、この周りの組織が巻き込んでこの剪定した部分を埋めていくと思います。じゃあこんな感じでやっていきます。はい、今ね、主幹部の皮むきが終わったんで、続いて種子の方の皮むきやっていこうと思います。種子の皮むきも基本的には同じなんですけど、一点だけ注意しなくてはいけないのはやっぱり目座の周辺の皮むきだと思います。ちょっとこういうね、こいつが邪魔ですね。邪魔なんだけどしょうがないですね。基本的にはですね、根元の方から向いていくと楽かなという気がしますね。はい、こんな感じでね、見えてますかね、向けます。でね、今この目座の周辺に来たわけなんですが、やっぱりね、この規定がですね、規定がだけ傷つけないように周りの皮を剥いでいくという感じですね。ちょっとね、この目座周りだけ慎重にいきましょう。よいしょ、よいしょ。まあやばいなと思ったらやめといた方がいいと思いますけどね。こういう感じですね。よいしょ。規定が周辺は慎重にいきましょう。はい、じゃあこんな感じでね、種子の方も荒川削りやっていきます。はい、BK シードレスの荒川削りが終わりました。こんな感じです。いやー、終わりました。はい、こんな感じでですね、一皮むくと、サルスベリみたいにね、綺麗な肌が出てきてますね。で、種子の方なんですけどね、そこまで攻めすぎずに一皮むいた感じです。この辺りはね、もう一枚むけそうなんですが、ちょっと怪しかったんで今年はやめておこうということで残してあります。まあ来年以降もむいていきますのでね。ちなみにね、綺麗にむけるとこんな感じです。うん、こういうちょっと残ったりもしてますね。こんな感じでですね、荒川を一枚ペロッとめくるとね、かなりブドウの木も綺麗になります。で、今回ね、 BK シードレス剥いた皮こんな感じですね。このバケツが多分5リットルかな、5リットルバケツ1杯ぐらいには荒川が取れてますね。うん、あと注意点としてはやはりこの目座周りですね。目座周りはちょっとあんまり攻めすぎない方がいいかなと思います。一緒にね、規定画をベロッとやっちゃうこともあるんで、この辺りはそんなに攻めすぎない方がいいかなと思います。まあ荒川と一緒にね、ベロッと取れてくるような芽っていうのは大体が去年用意されていて芽吹かなかった芽だったりするんで、
ちゃんと今年も生えてくる芽はね、荒川をベロッとめくっても残ってたりはするんですが、良かれと思ってやってね、マイナスの結果が出ちゃうとへこみますからね。よいしょ。ちょっと目覚まりの皮むきはちょっと気をつけた方がいいかなと思います。はい、今年から導入したね、ダイソーさんの厚手スクレーパー、先曲がりタイプですけど、うん、やっぱりね、昨日も使ってて思ったんですけどね、これ使いやすいですね。100円の道具とは思えないぐらい使いやすいです。この先端の部分がね、ちょっと厚くてほぼ切れ味ないような状態なんですけど、これがもうちょっと薄かったらね、作業効率はもっと上がるかなって思うんですけど、裏を返せばこんな感じでね、ほぼ切れ味がないんで、力加減はガッてミスっちゃってもね、重傷にはなんないんですよね。ちょっと形成層を見ちゃうことがあることぐらいで、まあまあ使いやすいかなと思います。この柄の部分もですね、こういう形で通しでちゃんと固定してありますから、耐久度もありそうですし、これステンレスなんですよね。ですから錆もないでしょうから、来年以降も使えそうですね。ちょっとこれは工具箱の下に眠らせておいて、また来年の荒川削りに使いたいと思います。はい、というわけで今回はブドウの荒川削りを BK シードレスを例にご紹介しました。冒頭でも言いましたけども、荒川削りの目的は越冬病害虫を皮ごと除去すること、そしてですね、シーズン中の薬剤ですね、薬剤がちゃんとブドウの木に浸透するように一皮剥いておくというのが目的になってますので、ちょっとね、正直ね、ちょっと手間かかる作業ではあります。一本きれいにするのにね、30分から1時間ぐらいかかると思いますけども、こうやって皮をきれいに剥いでおいてね、薬剤がちゃんと内部に染みるようにしておけば、効果の方もですね、全然上がってくると思います。ですから薬剤散布をですね、少しでも減らしたいなと考えている方ほど毎年やった方がいい作業かもしれませんね。はい、それでは今日はこのくらいで、いつも最後までご覧いただき本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。